軍神関羽繁盛に散る。呂蒙らの渾身の一撃が見事その部位を打ち破った。孫権は曹操との約定通り慶州の大部分を得る。一方劉備は義弟関羽の死に嘆き激高する。慶州の決着は呉と蜀との関係に決定的な亀裂を生んだ。また魏では曹操が関羽を追うように病没、曹丕がその後を継ぐ。その後劉備は関羽の俸給を掲げ孫武に対し兵を起こす。劉備自らが率いる大軍は慶州医療の地に陣を展開した。かつては盟を結んだ同士、しかしその前に天下を競う男同士。孫権は退陣を決意すると彰子を率い医療へと向かった。陸孫両党関東呂蒙が四分の鬼と化した劉備を迎え撃つ。陸白猿、全力で戦いましょう。劉備には異民族の王が味方しているらしい。確かシャマカと言ったか。これがなかなかの蛮勇と聞いている。くれぐれも油断せぬようにな。今回の葬式は陸孫か。どんどん若いのが出世していくな。俺ももっと目立てば違ったか。もっと顔が濃いとかかっこいいとか。てか殿、俺のこと忘れてないか。それだけは心配だな。おお関東殿、久しぶりではなかった。撃たれて怒るか。まあ気持ちはわかるけどね。それで国を振り回したらダメだろう。そんな奴らには負けてやれないね。諸君の奴らとの大喧嘩だ。突っ込んで派手に暴れるぜ。諸軍の陣は東西に長く伸びている。何か策がないとこちらが危機に陥るぞ。この戦、ご諸君とも大義はありません。殿、講和の道はないものでしょうか。なかろうな。劉備は陣、つまり心で動く男だ。兄弟の無念晴らさずには折れまい。この大規模な陣こそがその怒りの証だ。共に歩めるならばそれも悪くなかった。奴と天下を治める道もあったろう。だが道は分かたれた。それは数勢ではない、互いの意志のもとでだ。ですが僭越ながら姫様の恩義お心を思うと。決着はつけねばならん。劉備との戦いは避けられぬのだ。だがこれ以上の悲しみはいらぬ。できるか陸孫。はい、陸白猿、微力を尽くします。まずは眼前の敵を撃破してください。後ほどそれぞれに任務をお願いします。はい、了解。さて、諸君の奴らを蹴散らしますか。なるほど、我が主役。
私が北上して劉備をおびき出します。関東殿は家計部隊と共に林へ進軍。両党殿は本陣付近の砦を奪回してください。家計を起こせば戦況をひっくり返せる。これで目立つ役目を取り組んだ。これでどうですか。覚悟してください。俺には特に命令はなしか。じゃあ好きに暴れさせてもらうぜ。諸君の力、あの砦で戦いましょう。そのうち劉備はこちらに気づくはずです。どうですか。だらけですよ。劉備にとって俺は関を打つが恩敵。手を引き寄せるのは狂策だろう。
死に火を放て。火だ。ソンゴが家計を仕掛けてきたぞ。決着をつけます。
ここにも大きいものがありますね。周りの敵を倒し、火を倒しましょう。Let's go.
は戦った。兄弟のもとへ行けるならばそれも本望だ。将校、玄徳様を殺させはしないわ。たとえ兄様でも私は。兄妹で刃を向け合うか。私の目指す天下はそのような修羅の先にはない。劉備よ、貴様の陣とは何だ。いや、貴様が目指す天下とは何だ。戦乱を鎮め、民を休んでる。そうか、私は己の大志すら見失っていたのだな。いまだその大志は消えぬか。ならば職は孫悟に下れ。私が描く天下にも貴様の陣が生きる道はあろう。奴らの覇道とは、雌雄を決さねばならんだろうな。